こんにちは、オレンジページネット編集部です。今日は上松義恵先生のお宅を邪魔してます。よろしくお願いします。お願いします。今日はクリスマスで絶対に盛り上がる3品を教えていただけるということで、はいはい、すごい楽しみにしています。じゃあ先生、はい、下地をこれからつけていただくということ。そうです。今溶き卵に牛乳と薄力粉を入れています。何回かに分けて入れるという感じですね。ケーキじゃないので粘りが出てもいいです。大丈夫です。で、クミンですね、はい、かなりたっぷりですね。そう、私はスパイスボックスに入れて管理しているので、まあ、計量しやすいですね。チリペッパーですね。一味唐辛子、これも割としっかり入れた方が旨味が出るので、辛さだけじゃなくて、はい、あとはレモンの味をつけたいので、はい、国産レモンですね、まあ、小さいんですけれども、うん、できれば2個分2個分すごいいい香りですね、うん、もう、うん、なんかレモンが入るとちょっともったりする感じですね。あとはお塩ですね。お塩の結構ね、はい、10g 強、12g 強入ってます、はい、でお肉を袋に入れますね、はい、液を入れていきます、はい、ちょっと上下を返すような感じで、うん、そうですね、うんうん、もう全体に馴染むように。じゃあ下味はこれで完成です、はい、完成です、はい、先生のそれはスパイス用のものなんですか？そう、これはタイのクロックっていう石臼についてるすり鉢の上の部分なんですけど、結構パンチがあってニンニクがすぐ潰れるんですよね。でじゃがいもなんですけれども、潰しきらずにちょっと緩めてあげるような感覚で、あんまり小さくしちゃうとどんどん崩れていっちゃうので、割と大きめにほぐしていきます。こういうふうにちょっとこうほぐすっていうのは理由があるんですか？美味しくなります。美味しくなる美味しくなるならやった方がいいですね。そうなんですよ。揚げる直前に強力粉をはたいていくんですけど、厚めにしっかりつけます。衣を残したままで。そうです、しっかりついたままで。はい、いい香り。先生、この香りのついた油でまたフライドチキンを揚げるんですよね、うん、はい、そうです。揚げていきます。汁気を切らずに乗っけていきます。浅く揚がってる状態で一回余熱で火を中までしっかり通します。油が高温の時にしかよく油が切れないので、高温の軽いうちにしっかり切ることがポイントですね。ベタベタにならないように。そう、軽いうちにしっかりと。なんかレースペーパー使うとね、すごく華やぐので。クリスマスっぽいですよね。そうなんですよ、うん、一気に。はい、完成です。スープね、はい、作っていきます。お願いします。はい、ディルは葉っぱの柔らかいところはトッピングに使って、この硬いところはざっくりでいいんですけど、はい、香り付けに煮ていきます。はい、じゃあ野菜切っていきます。先生、このスープを作るきっかけって何なんですか？フィンランドのヘルシンキを旅してる時に、港町なのでマーケットが立つんですけど、そこですごい大鍋、人が何人も入れるような大鍋でサーモンスープを作っていて、でそれ美味しくって、それから自分でもね作るようになりましたけれども。じゃあ鮭を切っていきます。今日は生鮭を使ってるんですけれども、ノルウェーサーモン、甘塩鮭を使うと旨味が出てとても美味しいんですけれども、なかなか甘塩鮭のふっくらしたものがなかなか手に入らないので、生鮭を買って自分で塩をね強くかなりしっかりすり込んで、冷蔵庫で1時間ぐらい置いたものをさっと洗って水気を拭いたものがこれです。
実際に向こうで普段の食卓に上がるようなスープなんですか？もうこれは国民食ですね、うん、ロヒがサーモンっていう意味、フィンランド語 でケイットがスープっていう意味なのでサーモンスープっていうことなんですけれども、で玉ねぎがしんなりしたらちょっとお塩をね軽く入れて蓋をしてちょっと弱火で5、6分蒸しにしていきます。でしんなりして旨味が出たらあとはじゃがいもとか入れていきますね。で煮立ってきたら今度はワインと鮭を入れてで煮ていきます。わーグツグツ、グツグツですね。でサーモンはもうこの時点でホロホロですごい少ない力でほぐれちゃうのでなるべく大きいまま盛り付けていきますね。その方がごちそう感が出ますので、でここにサワークリームをねこんな風に上に乗っけてディルを散らします。はい、こちらで完成です。今日はクリスマスらしくグリーンと赤でいちごのサラダを作っていきたいと思うんですけど、サラダって結構ねあのタイミングよく出し、ね、お出ししたいので野菜切るところから始めてしまうと結構ね手こずったりするので、私は結構ねもう最初に準備して冷蔵庫にしまっておきます。あとねあの水っぽいサラダがちょっと苦手なのでサラダスピナーを必ず使ってしっかり水をねあげたあのルッコラとクレソンを水切り2回します。今日はいちごが大きいのであの縦半分に切ってから横に1センチ幅に、ね、切ってますね。いちごを、ね、こんな風にカットしてボウルの底に置きます。そしたらラップをちょっと広めに敷きます。でこの上に葉野菜を乗せることであの冷蔵庫から出した時にこういちごだけまず味をつけてから野菜をあえることができますので、一回これでねかませます。はい、こんな風にすると後でこう持ち上げてね、あ、本当だ。これで蓋をして冷蔵庫にしまっておきます。先生3品早速出来上がりましたね、はいはい、あとちょっとで完成というところでしょうか。そうですね、はいはい、じゃあ最後ちょっと仕上げていきましょう、はい、冷蔵庫にねこの状態でさっき言ったんですけども、はい、これを外しますね、はい。ここで、はい、オイルだけ、あ、へえ、オイルを再度足して和えないでこのまま、和えないで、はい、そうなんですね、そうそう、はい、完成です。そして先生やっぱりクリスマスはケーキということで、はい、今日はショートケーキ持ってきました。ショートケーキ大好きなんですよ。あ、よかったです。じゃあここでちょっとスペシャルゲストが登場しました。一緒に食べていこうと思います。いただきます。いただきます。いただきます。うん、おいしい。ほぼお塩だけでここまで、サーモンの旨味で、うんうん、ここまで出るんですね。じゃあサラダいただきますね。うん、バルサミコ酢とイチゴ合いますね、うんうん、なんか普通のグリーンリーフじゃなくてちょっとこう苦みがあるから、うんうん、お酒にも合う感じがしてすごい美味しいです。うん、カリカリが残ってますね、うんうんうん、なんかねあの、うん、イチゴもそうなんですけど、うん、おもてなしの時にフルーツのサラダがあるとすごい盛り上がるので、はい、うんうん、これは、ね、インド料理です実は。あ、カチュンバルっていう、うん、もうあの塩とレモンでこう揉み込んだだけのなんかお漬物みたいなサラダなんですけども、うんうん、すごい見た目も華やかでパーティーにぴったりですね、はい、うん、先生おいしい3品教えていただきありがとうございました、はい、絶対これでクリスマスはバッチリ盛り上がると思います。実は先生のこの素敵なお宅キッチンとか食器棚も見せていただいているので、そちらの動画もぜひ楽しんでください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。